はい、メッチチャンネルです。メッチ、おすすめ映画のご紹介をしたいと思います。葛城事件です。この映画すごかったですよ。もう二度と見たくないと話題の衝撃作、主演三浦友和の圧倒的演技、無差別殺傷事件の背景にある闇をあぶり出す壮絶な家族の物語ですね。あらすじというか、親が始めた金物屋を引き継いだ葛城清は、美しい妻との間に二人の息子も生まれ、念願のマイホームを建てた。思い描いていた理想の家庭を作れたはずだった。しかし清の思いの強さは、気づかぬうちに家族を威圧的に支配するようになる。長男保は幼い頃から順従でよくできた子供だったが、対人関係に悩み、会社からの、リストラを誰にも言い出せずにいた。こらえしょうがなくアルバイトも長続きしない次男実は、ことあるごとに清にそれを責められ、理不尽な思いを募らせている。清に、言動に威圧され、思考停止のまま過ごしていた妻信子は、ある日清への不満が爆発してしまい、実を連れて家でする。 そして迎えた家族の修羅は、葛城家は一気に崩壊へと向かっていくっていう感じですね。あらすじ的に言ったら、いやもう長男の話もあるし、で次男の人が、無差別殺傷をしたっていう人ですね、犯人の人ですね。でお母さんって感じですね。この4人の物語があるんですけど、どれもいつも悲しいねんな。すごく悲しい、辛い。お父さんお父さんで、もう昭和の親父って感じですね。なんかもう自分の親父を思い出すような、なんか人前ではええ格好しておーおーって感じの、昭和のあるあるの親父って感じでしたね。で長男の人はもう結婚されてるんですけど、でリストにあっても家族に言えずに、お父さん行ってくるねって感じで出て行って、公園で時間を潰すっていうお兄ちゃんですね。で、まあ、弟さんはそういうね、いろいろ長続きせえへんの、アルバイトも長続きせえへんで、お父さんからいろいろ言われて、でもううーってなってて、でそういう無差別殺傷事件を起こすって形でしたね。でお母さんの方はもうお父さんにめちゃくちゃ言われて、威圧的に言われて、もう何も言われへん、もうはいはいしか言われへんようなお母さんになってしまって、そのもうあるあるの家庭像ですね。なんか昭和の、だからもうそれが崩壊していたら、もう辛い。なんか僕映画館で見たんですけど、終わった後に立てなかったですね。辛すぎて、もうあれはちょっと今思い出しても辛くなりますね。もう一回見ろって言ってもちょっと辛いなって。だから見たい気持ちはあるんですけど、もうリアルすぎて、これ僕もう知り合いにもみんな見てっていうぐらいの映画でしたね。もうおすすめですけど、辛い。なんか昔を思い出すぐらいの、なんか昭和あるあるな思いになりましたね。であと一つ思ったのが、三浦友和さんって言ったら桃江ちゃんの、お父さん旦那さんっていうイメージだったんですよ。でたまに脇役とか、ワイドショーちゃうな、サスペンスに出てたイメージだったんですよ。なんかちょっとすいません、ちょっとそこまでこう目立ってるっていう形じゃなかったんですけど、この映画見てすごい、この人すごいと思った。もう演技力半端ない、この昭和のダメ親父というか、このうわーっていう親父がほんまにうまいって、びっくりしましたね。この人演技力半端ないと、すごい、こっから僕はもう
大好きになりましたね。この人演技派っていうのは思いましたね、この映画見て。三浦友和さんがすごいと思えた作品です、この作品は。まあ今から家庭持つ人、今家族持ってる人、まあいろいろ考えさせられるあの映画だと思うので、ぜひ機会があればチェックしてみてください。何か刺さると思います。めっちゃんねるでした。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。めっちゃんねるでした。